1978年、大阪府で一人の男児が事故に遭った後、行方不明になりました。道路付近で遊んでいた男児は、恐ろしい事故に巻き込まれ、行方不明になっています。一体何が起こったのでしょうか。詳細を見ていきましょう。事件の被害者となったのは、田畑作之助くん。当時3歳の作之助くんは、大阪市住之江区で平和に暮らしていました。1978年3月3日の16時半頃、事件当日、作之助くんは、当時5歳の友達と自宅近くにある住之江区東加賀屋の道路近辺で遊んでいました。事件の2年前の1976年に全線開通した阪神高速15号境線の下で作之助くんは遊んでおり、遊んでいた場所の近くに高速道路の入り口はありませんでしたが、ラッシュ時は混む傾向にあったようです。そのため作之助くんが遊んでいた16時半頃は徐々に車が増え始める時間帯だったと思われます。またその時間帯は車だけではなく、自転車に乗った女性や建設現場の作業員、教師など人通りも多い時間帯でした。そしてそんな中、仲良く友達と遊んでいた作之助くんを1台の車が勢いよく跳ね飛ばしてしまいます。この事故により作之助くんは顔から血を流すほどの重篤な状態となり、すぐにでも病院へ連れて行く必要がありました。一刻を争う事態だと把握したのか、作之助くんを跳ね飛ばした運転手の男性は車を止めると作之助くんに近づき、こう話しました。この子どこの子やろ、救急車を待っている時間がないから自分の車でこの子を病院まで連れて行く。そう言い残すと、その運転手は作之助くんを自分の車に乗せ、そのまま走り去りました。一見作之助くんを助けたい一心で起こした行動のように見えますが、冷静に考えるととても不可解です。というのも、通常であれば事故を起こした場合、すぐに警察や救急車に連絡をするのが一般的だからです。1978年当時、携帯電話がない時代ですが、近くの住宅に駆け込み通報してもらうということもできます。しかしこの男性は作之助くんを自分で病院へ連れて行くというおかしな行動を取ったのです。そして作之助くんが連れ去られた後、一緒に遊んでいた当時5歳の友達は、幼いながらに事の重大さを理解したのか、作之助くんの自宅に駆け込み、作之助くんの母親に事故があったことを知らせました。その知らせを聞いた母親は急いで事故現場へ向かいましたが、すでに男性の車も作之助くんの姿もどこにも見当たりませんでした。この状況に母親は、息子を引いた男性が近くの病院へ連れて行ったに違いないと考え、思い当たる病院へ連絡をしました。しかしいくつかの近隣の病院へ問い合わせても、作之助くんらしき男児が運び込まれたという事実はどこにもありませんでした。どうして病院に運ばれていないのかと気が動転していた母親は、この状況を飲み込めずにいましたが、冷静になり、ようやく息子は連れ去られてしまったんだと気づき、警察に通報しました。そして警察による現場検証が行われた結果、恐ろしいことが判明します。現場には急ブレーキを踏んだ跡がなかったのです。これが何を意味しているのかというと、この事故は男性による前方不注意により起こった可能性が高いということでした。もし犯人が60キロの速さで走っていたとしたら、そのままの速さで作之助くんは跳ねられたことになります。そして事故の翌日3月4日になっても、作之助くんが病院に運ばれることはありませんでした。病院に運ばれた形跡がないことから、警察は誘拐事件と断定し、大阪府警察住吉署に捜査本部を設置して捜査を開始しました。事件当時、ナンバープレートを読み取る N システムも、ドライブレコーダーや防犯カメラもまだ普及していません。そのため目撃情報でしか情報を集めることはできませんでした。しかし時間帯的に人通りが多かったため、事故を見て車から降りてきた人など8人ほどは目撃者がいたようです。そして目撃者の証言により、作之助くんを連れ去った犯人の特徴が明らかになりました。目撃証言による犯人の特徴は、40歳くらいの中年男性で、服装はスーツ姿ではなく、自動車の車種はトヨタカローラで、色は白である可能性が高いことが分かりました。さらに事故の詳しい状況も明らかになりました。犯人は作之助くんを跳ねた後、すぐには止まらず十数メートルそのまま走っていたそうです。事故現場に急ブレーキの跡がなかったことからも、この証言は信憑性が高いと思います。これらのことから考えられることは、この事故は犯人の前方不注意により起こったもので、犯人は事故を起こした時、何かと接触したことには気づいたものの、子供だとは思わず車を止めて作之助くんの姿を見た時に初めて
子供を跳ねてしまったことに気づいたのかもしれません。犯人は事故を起こした後、事故現場から南へと走り去っていったという証言もあります。しかしこれらの有力な目撃証言はあるものの、肝心なナンバープレートを記憶している人は誰一人おらず、犯人にたどり着くことはできませんでした。その後、警察は目撃証言から犯人のモンタージュ写真を作成し、捜査を続けました。当時は目撃者の証言から写真を合成して作成されるモンタージュ写真がほとんどでしたが、現在は似顔絵の方が特徴などもわかりやすいので、モンタージュ写真が用いられることはほとんどなくなりました。モンタージュ写真を作成しても犯人につながる手がかりを見つけることはできず、翌年1979年には事件現場近くに吹田市市民の寄贈で地蔵が設置されました。その後も捜査は続けられましたが、作之助くんを見つけ出すことはできませんでした。そして1983年3月3日、事件から5年が経過し、時効が成立してしまいました。しかしこれは業務上過失致死及び略取誘拐罪での時効です。捜査本部は専従捜査員15人の FBI 方式で捜査を続けました。しかし捜査の甲斐も虚しく、当時の刑事訴訟法では殺人罪にも15年の公訴時効があったので、1993年に時効が成立してしまいました。事故を起こした犯人がそのまま被害者である作之助くんを誘拐してしまったという異例の事件ですが、被害者は一体どこに連れて行かれてしまったのでしょうか。大勢の目撃者がいるのにもかかわらず、犯人は作之助くんを車に乗せて走り去っています。一体どうして犯人は作之助くんを連れ去ってしまったのでしょうか。真相を考えてみましょう。この時の犯人の心理は2パターンあると思っています。一つ目は気が動転していたパターンです。これは事故当時の犯人の言動通り、すぐに手当てをして命を救わなければという思いから病院へ連れて行くために作之助くんを車に乗せたパターンです。その場合、作之助くんを実際に病院へ連れて行くつもりでしたが、運転する中で冷静になり、このまま病院へ連れて行けば警察に捕まり人生が台無しになってしまうという考えに至り、作之助くんを連れ去るという選択肢を選んでしまったのだと思います。もしくは病院へ運ぶ途中で作之助くんが息をしていないことに気づき、人の命を奪ってしまったという罪の重さを受け入れられず、衝動的に連れ去ってしまったことも考えられます。そして二つ目のパターンは、自分のことしか考えず冷静に連れ去ってしまったパターンです。その場合、事故後の作之助くんの状態を見てもう助からないと判断し、病院へ連れて行く気など初めからなかったということになります。実際の事故の記録がきちんと残っているわけではありませんが、犯人が本当にこの子どこの子やろ、救急車を待っている時間がないから自分の車で病院へ連れて行くと話していた場合、作之助くんを救うため病院へ連れて行こうと思っている人が事故を起こした後にこんなに冷静に話せるものでしょうか。嘘の言葉を並べたとしか思えません。また事故現場の近くの病院を調べた結果、驚くべきことが分かったのです。事故現場から車で2分ほど西へ向かったところに A 病院と、犯人が走り去ったという南の方へ5分ほどの場所に B 病院があり、近くには大きな病院が2カ所もあったのです。 A 病院は1951年に、B 病院は1953年に開院しているため、事件当時ももちろん存在していました。こんな近くに大きな病院が2つもあったにもかかわらず、作之助くんを病院へは連れて行かず、行方をくらましていることから、犯人は初めから作之助くんを連れ去るために車に乗せたのだと思います。このような考えの人間が存在していることに恐怖を感じますが、犯人の特徴として分かっていることは、40代の中年男性で、服装はスーツではないこと、乗っていた車はトヨタカローラの白である可能性が高いということくらいです。また44年前の事件ということもあり、今から犯人を特定することは難しい状況です。事件は1978年、昭和53年に起きています。この年は成田空港が開港した年でもあり、ピンクレディの UFO がレコード大賞を獲得した年でもありました。世間では喜ばしいニュースで賑わっている中、大阪府の片隅でこのような卑劣な事件も起こっていました。今は事故が起きたとしてもドライブレコーダーや防犯カメラ、スマホなどで証拠も残しやすい時代ですが、必ずしも証拠を残せるとは限りません。そのため同様の事件を目撃した際には、同じような事件を起こさないためにも車のナンバープレートを覚え、犯人逮捕につなげることが大切だと思います。
作之助くんの無事を願い、ご家族と再会できることを祈っています。